で、この右側も行ってない。ここ全然探索してないんだな。いいじゃん、いいじゃん。まだまだ行ける場所が多いね。で、あのエレベーターとは反対側。ん？上になんかある？あ、上にも道が広がってるのか。これは来たことある道か？あ、違う。うわー、なんだこいつ。ちょっと、やっぱ虫っていう題材なだけあって、ちょっと気持ち悪いやつが多いな。おい、敵かーい。ブラザーママ、まあまあ。まあまあ。でもこれ、言うてあれだからね、あの、序盤から来れるとこだから、別に、何の工夫もなしに、ちょっと、まあまあ、ずっとそうなの？違うよね。ずっとスーパーボール状態かと思ったわ。まあまあ、俺の戦い方雑くない？ママごめんね。イエーイ、ママ。なんか俺はママと言ったんだ。あれ？なになに、ママ、それはきついな、ママ。見たくなかったわ、ママ。あ、でも図鑑が埋まったな。ママ、ちょっときついな、ママ。そういう、そうか。攻め方してくんのか。で、この先まだ未開の地だね。おっ、なんかこれも NPC がいそうな雰囲気がプンプンするというか、なんか魔法かなんか教えてもらえそう。うえママ真のママでしょ、大妖精じゃん。なんかおっさんか。あららら、驚いたわ。どうぞどうぞお入りなさい。ゆっくりしていってちょうだいな。サルブラ、チャームを愛する者。私はサルブラ。スマブラの大会みたいだな。どっかで開かれてる。この小さなお店でチャームを売っているの。外のみんなからここに来るように言われてるの。ムフフ、ここは小さくて素敵な村でしょ。みんな優しくて仲が良くて賑やかで、ママめっちゃ汚染かかってきたけどな。まあ寝てた俺、寝てたのを起こしたのが悪いんだけど。何の話だったかしら。ああ、そう、チャームよね。あなたも集めてるみたいね。いいことだわ。私が持っているものを見せてあげるから気に入ったら買ってお家に帰りなさい。いいやつなんだろうな、こいつは。めちゃめちゃ多いな。上から見ていくか。あなた生命の血って呼ばれてるあの青い液体を飲んだことある？あ、HP 上限アップするやつ。ちょっといけない行為のようにも感じるけど、飲むととっても元気になるでしょ。このチャームからは生命の血が染み出ているの。あなたの体力を向上させてくれること、請負いなのよ。あー、HP 上限アップか。いいね。あなたの持ってるその釘、とっても素敵ね。でもそれがもう少し長かったらいいな、なんて思ったことはない？ムフフフ。だったらこのチャームを買って帰りなさい。今より攻撃が当たりやすくなるわよ。リーチアップか。強いね。リーチアップ普通に強いね。このシンプルなデザイン、素敵だと思わない？本当におしゃれのおしゃれよね。それにすごく硬くて重い素材で作られているの。ちょっと気持ち悪いか。ごめんなさい。これを身につけると、釘を振った時に体がブレなくなるわよ。あ、こっちのノックバックがなくなるってこと？これクソ、いいんだけど。逆にノックバックに頼ってるとこってあるっけ？あれか、あの、下にホッピングするときか、ホッピングできなくなるんだ。でもいいね、これ。ちょっと、候補に入れとこう。霊媒師の石。ソルの扱いはお得意かしら？小悪党さん。ムフフ、悪党だなんてもちろん冗談よ。もしソウルの活用法を学ぶ機会があったら、このチャームを買うといいわ。これがあるとその力がずっと強くなるの。あれか、復讐の魂の威力アップか。まあ、ボス戦とか短期決戦ではすごい強そうだね。で、迅速なる。わあ、迅速なるフォーカスいいね、これ。フォーカス、あれでしょ？速くなるってことでしょ？うわ、いいな、迅速なるフォーカス。これ強いな。あ、チャームスロットも売ってんだ。で、買うには、チャームを手に入れないとダメなんだ。なるほどね。じゃあ、いらないものも買っていかないと新しいチャームを装備できないってことなんだ。とりあえずチャームスロット1個買おう。うん。で、ノックバックも1個買っとくか。お金あるしね。銀行にもまだいくらかあるから。さあ、2つ買ったぞ。チャームスロットがこれでプラス2になってんのかな。あ、2個余裕があるね。なんかつけようか。早掛けしもいいんだけど、重心安定もいいよね。で、死にゆくもの、まあ、HP1 のやつはいいかな。バルダーの殻すげえ強そうなんだけどな。バルダーの殻より、いや、重心安定と
スポアシュルーム、フォーカスしてるときになんかダメージ与える報酬を出すやつね。この2つを使ってみようか。次 HP ってか1ダメージなんか試しに食らってみようぜ。あ、入れる。食らって、でフォーカスしてるとなんか報酬を出すって言ってた。あ、そういうことね。なるほどなるほど。俺なんか敵を追いかけたりするのかなと思ったわ。違うんだ。ちょちょちょ、痛くない？あ、じゃあいまいち使いづらいな。でこっちもノックバックしなくなったと。ちょっとホッピングしてみるか。あ、ホッピングできんの？え、すげえ。ホッピングはできるんだ。重心安定してねえな。ってことは、まあまあ一旦これでいっか。もう一個チャームスロット手に入れたらバルダーの殻をつけてみようかな。おい、おろ、棍棒のように釘を振り回すんじゃねえ。ここで振り回してないけどな。くそ、どれだけ下まで降りればいいんだ。なんだ、あんたは誰だ。え、見えてなかったの？そうか、この古い村、おかしな夢に導かれてこんな下まで降りてきちまった。まあ、かなり序盤だけどね。奉仕の森とかに比べたら。あんたが見つけてくれなかったら俺はずっと眠ったままだったんだろう。ああ、夢見てたのか。スライ、俺の名はスライ。本当はダートマウスで細々と暮らしてたんだ。この遺跡の空気はどうも好かないから町に戻ることにするよ。もし地上に戻ることがあったら訪ねてきてくれ。俺はあの町に残ってる中じゃ愛想がいい方だと思うぜ。それに助けてもらったお礼もしたいしな。お、いいね、いい NPC ね、いるね。町に一旦戻って何かアイテムとかショップとか開いてくれるのかもしれないな。ちょっと戻ってみる。俺はもって、あの手軽に使える銀行が欲しいんだよね。ここ前回来てないね。あの偽りの騎士を倒してね、上に上がってきたとこ、最初のボスを倒して上がってきたとこなんだけど、なんかすげえ声が聞こえる。うめき声みたいなの聞こえるね。うおうおうって。そうだ、偽りの騎士のあの足場が崩れちゃっていけなかったんだよね。え、あれ、なんもないの？いやいや、そんなわけないでしょ。え、なんか声は聞こえるけど、どっかに繋がってる様子もないんだけど。あ、何これ、壁壊せる、すげえ。あ、そんなんあるんだ。なんか今ちょっとこれ響いてたもんね。うわ、偽り、これあれだよね、偽りの騎士の中身だよね。あ、真ん中あれか、俺が倒したやつか。え、これでよかったの？倒してよかったの？なんか悪いことしたか、もしかして。いや、でも襲ってきたのこいつだしな。へえ。ちょっと図鑑読む会楽しみだね。そろそろ図鑑読む会一回作ろうか。この探索会が終わったら一回作ろう。図鑑を読む会。偽りの騎士の中身があそこで、ひっそりと暮らしてたんだ。本体はすごい弱い虫なんだろうな。見た感じ。さあ、最後はここかな、探索してないのは。ほら、こんな素敵な場所が。全然あれだな、交差路探索してなかったんだな。電車みたいなことぽいね。壊せるあの壁があるってことが分かったから、そこら辺もちゃんと見ていかないとダメだね。スロットのついた扉がある。え、スロット、それだけ？現時点では何もできなさそうかな。もっとこことは違う大きな括りでステージが移動するのかもしんない。その時にあの電車を使うのか。なるほどね。よし、じゃあ、一箇所探索できてないな。あそこ行こうか。さあ、この右側行ってないんだよね、地図的には。うわ、暗いな、やばくない？なんかいる。俺が殴った音か。自分の音でビビってちゃわけないよね。は？スタグの道じゃん、これ。ぽくない？なんか駅っぽいね。ああ、ソロの光とか言ってもしゃあないもんな。胞子を出して明るくする。できないか。またいつかこれ来る時が来んのかな。ちょっと現時点じゃいけない場所って感じか。よし、覚えとこう。あ、こいついる。駅で移動しようと思ったのに。闘技場うんぬん言ってたやつだよね、こいつ。どうしたの？蒼白なものよ。お前はこの古びた乗り物を使うのか。
哀れだな。真の戦士は自らの足で歩き、このようなものの世話になどならんものだ。ただしベンチでは休むと。俺に構うな。俺は闘技場を探しているのだ。これ以上この呪われた道で時間を無駄にするわけにはいかない。言うてまだお前コーサロンにいたんだ。俺もう結構行ってるけどね。よし、じゃあどうしようかな。緑の道探索してもいいんだけど、結構これね、探索いろいろできたから、うん、一旦ちょっと新しい道行っているか。うん、いろんなとこ行けたもんね。緑の道はまたその後で、また違う時に行きます。まあ、おそらく緑の道は緑の道で、すげえいろんななんかあるんだろうな。新しいあのアイテムだったりが、ボスとかもいそうだね。あれ、デカキノコ復活してる。ボスってわけでもないのかな。こいつ倒す時の演出そんな派手じゃなかったっけ、もしかして。こういう時こそ回転攻撃じゃないの、こういう緩やかなやつこそね。あ、ただの敵か。ボスっぽいあの倒し方はないね。緑の血しぶきがプッシャーって、緑じゃないわ、オレンジか、上がるような演出はないんだ。さあ着いたぞ。試しにちょっと行ってみるか。下の道は酸が広まってていけないんだけど、ここならいけるよねってことで、いけないね。普通にこうだ、ダッシュでいいんだ。ダッシュでいけるかな。 OK、 こうだね。あ、上にも道がある。上行ってみるか。ああ、ソウルね。 OKOK、 ありがたい。道中いっぱいダメージ食らうから、ここで回復してねっていう制作側の優しい気持ちが現れてるな。で、レバーがある。おお、道が開いた。これで行きやすくなるんだ。 OKOK、 次からはここに行き来が楽になるってことね。ちょ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 、見えてなかった。こう、ちょ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 、むずくない、こうして。こうだね。ちょ、どこにトゲがあるかをちゃんと把握しないと。二つ目はえらい短かったね。さあ、なんだこれ、ムキムキな、なんかやつがある。ムキムキな虫の像か。胸に穴が開いた巨大な騎士の像がある。紋章をはめ込みますか。都の紋章ってあれだっけ、偽りの騎士倒した時に手に入れたやつ。お、すげえ、もう入った瞬間死骸がいっぱい。おっ、びっくりした。え、閉じた。え、帰れないの。ちょっと待ちくり、どうしたらいいんだ。あ、上から帰れそう。それか、またさっき見つけた電車でこっち来るとか。帰れねえな、ここ。お金があるだけか。お金があるってもな。お金だけあってもしゃあないんだよな。当分帰れないなら、ダートマウスだけでも、ダートマウスじゃないわ、コーサルだけでも探索してるでよかったね。うお、怖い。うお、え、お前何のために生きてんの、怖いんだけど。何のために生きてんの、ほんと。おお、でも敵は見たことあるやつだな。こんなのが都の住人なのか。ん、なんか知らないやつがいたぞ。おお、いや、痛い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 。新聞、ちょっと、三連撃って初めてじゃない、このゲームで。ちょっと、下に来るし。どうしようどうしよう。ホッピング、ホッピング作戦。ホッピング、ホッピング、ホッピング。待てよ、一旦回復しよう。ホッピング、ホッピング、あ、倒せるわ。倒せるけど、これ正面から戦うとクソ強くないか。都の騎士みたいなこと。ちょ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 。まずいっすよ。難易度激上げじゃない？もしかしてこれがアノールロンド的な場所だったりすんのかな？だとしたらボスとかも相当きつそうだね。コーニファーはどうやっても俺の後乗りになるんだから、地図もすぐ書けないんじゃないの？上に行ける。地図持ってないもんな。あ、なんか、あ、なんだ、奥から行かないとダメなのか。うわー、またいるよ。ホッピングをちょっとやっていきたいな。来た来た来た。難しくない？あ、
なるほどね、ちょっと分かった分かった、ちょっと分かったかもしれない。動作が違うね。あとあれじゃん、ダッシュをうまく使えばちゃんと距離も離せるし、そうだな、ダッシュをうまいこと先頭に取り入れていかないとダメなのかもしれない。ここから先はオッケー、慣れたね。あ、出れないんだこれ、ガラスかなんかか。すごいな、ちゃんと本当設備が整ってんだな。ここ上は何もなかったよね。オッケーオッケー。お、エレベーター、あ、こうか、なるほどね。うん、途中降りる場所あったね、ああいうの降りたくなる。はっ、うん、調べる。偉大なる門は封印された、何者も入ることはできず、何者も出ることはできない。それは俺に対してなのか、なんだろう、あの俺が今来た後の話なのか、俺が来る前の話なのか。クイレル、お前すごいな。俺の後乗りじゃないの。我々の目の前にはこんな王国の都がある。なんとも陰気な見た、陰気な見た目だが、多くの謎に対する答えを秘めた場所でもある。拙者もまたこの場所に引きつけられてやってきた。だが今こうしてここに座って眼下の都を見下ろしながら下に降りることをためらう自分がいる。なんか人間臭くていいねこいつ。今んとこ一番一緒にいたい NPC だわ。あのメンヘラ女はちょっとやべえからね。拙者を引き止めているのは恐怖か、それとも別の何かなのか。都は洞窟の巨大な空洞の中に作られており、頭上の亀裂を通った水が雨のように降り注いでいる。ようそんな不便な場所に作ったな。この上のどこかに大きな水たまりでもあるのだろうか。これまでずっと持ちこたえてきたことを考えるに、すぐに天井が、陥落するということはあるまい。この雨は一時も止むことなく降り続いている。ようそんなとこ作ったな。都、王国を離れる前にぜひともこの水の出所を見てみたいものだ。それはそれは大した光景だろうからな。湖の下に作ってるってことなのかな。ここから雨の中を見下ろせば腐敗した万兵たちの姿が確認できる。俺が今戦ってたホッピングはあれか、腐敗した万兵なのかな、抜け殻となった今も彼らは巡回を続けているらしい。油断するでないぞ小さき友よ。彼らは技量は決して衰えていない。確かに三連撃とかしてきたもんね。あー都難しそうだな。下から、見えるんだ。ちょっと心していかないとダメだね。ちょっとレッドブル持ってこようかな。冷蔵庫に確か1本あった気がするぞ。落ちちゃった。ん？これは新しい、うん、なんだなんだ、今出たな。なんか出たよね。わからん、涙の都って書いてあった。でもこっからいよいよ都生活が始まるのか。ボンペ死んでるじゃん。なんで都がこんなことになってんだろう。え、すげえ、なんか初めて水の中泳いだ気がするんだけど。お前泳げたんだ。そこに驚く。槍だけが刺さってんだけど、なんか不吉。水の中にも虫は、虫っていっぱいいるから、水中型の虫とかもどっかで出てくるのかもしんないね。ゲンゴロウとか。あれって虫？水中合ってる？おお、なんだなんだ、うわ、ちょっとすげえ見た目の家があるんだけど、デクナッツみたいな。すげえ目つきの悪いデクナッツ。あっ、これ鍛冶屋じゃん、言ってたやつ。なんだすよ。また鍛える釘を持ってきたのか。そこに置いて後で戻ってこい。その時まで生き延びていたのは、いたらの話だがな。ああ、乱上したんじゃ。うん、てっきり知り合いが来たのかと思ったが、知り合い？クイレルのことかな。違うか、違うな、あいつ来たことなさそうだもんね。どうなんだろう。鍛冶屋を探してるのか。ならわしが、そうだ、喋るのは不得意だが、釘の修理をしたいのであれば、そいつはわしの専門分野だ。お前の釘はだいぶ傷んでいるようだな。わしが、なんだ、なんで読んだ、わからん、したものでないことは確かだ。だが十分な技量と努力を惜しまぬ姿勢があれば、そのように傷んだ釘ですら再び輝きを取り戻す。お前が望むならその釘を鍛えてやる。今よりずっと切れ味が増すはずだ。おう、250円お金あるじゃん、ラッキー。新しいの作ってくれてもいいけどね。アニメーション入る、きたー、謎アニメーション。うわー、熟練の技っぽい。カブトムシなんだな。刃の部分を研いでおいた。前よりずっと切れるはずだ。
外に出てその切れ味を試してみろ。ファンダースロー、蒼白の鉱石を持ってくればその釘をさらに強くしてやろう。蒼白の鉱石、多分持ってないよね。あれかな、名前出てこない、あの女がいたところ、炭鉱で手に入るのかな。うわ、空中にいるやつ、あれ今まで2発かかってたよね。1発じゃん。バンペイとかも一緒に倒せんじゃないの。バンペイ4発か。いいね。てか音楽いいね、ここ。なんか思ったほど怖い場所じゃないのかもしんないね、この音楽聴いてる感じ。ん、エレベーターで途中に降りれると。うわ、2発だ、カブトムシも。カブトムシとか、なんだろ、あいつは。おそらくカブトムシ。うわ、飛んでるし、バンペイ。それはまずいわ。ホッピングさせてくれないおじさんかよ。でも3発。威力弱めなんだね。てか、体力低めなんだね。うん、アイテムがある。上にどんどん登ってきたらアイテムがあったわ。で、ホッピングさせてくれないおじさんは3発で倒せるからそこまで強くないと。ハローネストの紋章ね。なんか、マーラ様の死骸みたいな。置いてあるな。何の看板だろう、これ。ボスとかそういう、ここ落ちるの。あ、主人公泳げるだけで泳げないやつもいっぱいいるんだ。なるほどね。どこかにつながる穴がある。行ってみようか。結局まだ、うっ、すげえ強そう。ホッピングでも、うわ、復讐の魂2発に斬撃1発か。クソ強くない？普通に強いよね。で、上に続く道があると、ショートカットみたいなのが開いてくれると嬉しいんだけどね。ちょっと待って、この細い道で戦うにはこいつ強くないか。あ、エレベーター入ってこれない。 OKOK。 てかあれか、復讐の魂ほどじゃないけど、主人公の剣の威力もアップしてるもんな。普通に剣で倒せる敵だわ。逆にこれ脳強化って辛くない？おそらくまだ序盤から中盤にかけてだと思うんだけど、それでこの敵の強さだからね。ただホッピングおじさんはもう俺の中で強敵ではなくなった。今のは槍使うのか。うーん、遠距離で槍投げてくる敵も出てくると。こいつらは多分集団で現れた時がまあ本領なんだろうな。兵士っていうぐらいだし。やべえな、適当に来すぎて今自分がどこにいるのかわからなくなっちゃった。これ早いとこコーニファーと会わないと大変なことになるな。あ、これさっきあれか、デブと戦った場所かっぽいんだけどな。おお、びっくりした。声が怖いんだよな、あの空飛ぶやつ、爆発する鳥ね。で、アイテムと、悪臭を放つ卵、欲しくないな、それは。丸々とした謎の生き物の卵、何かが腐っているようなひどい悪臭を放っている。基本的に食べることはできないと考えられている。ってことはそれを、これを食べれるなんかやつがいるってことなのかな。いや、強い強い強い。これ何のマークだったっけ。うおー、なんだなんだ、店レム。お、これあれじゃん、今まで集めたものを読み解いてくれるんじゃないの。なんだ、珍しい品物でも探しているのか。触るんじゃないぞ、こいつはわしのものだし、小汚いし、ちびすけに売るつもりもない。とはいえ、お前も旅の途中で珍しい品物を見つけたことはあるだろう。そいつをわしに売る気はないか。適正価格で買い取ってやるぞ。あ、売れるんだこれ、売却アイテム。でもどうしよう、今お金持つのちょっと怖いな。まだこいつへの道がちゃんと確保できてないから、こいつへまたすぐ簡単に来れるっていう状況になったら売りに行こうかな。うん、で、鍵穴の装置があると。いけるとこいっぱいあるな。